国新聞の金指です。昨日なんですけども、はい、広島市の松井市長が2016年に日本で開催予定の、G8 サミットの誘致に向け、検討を始めたことを明らかにしたんですが、知事もその場に同席されておったんですけども、知事として、この件をどう受け止めているのかというのを改めて伺いたいのと、応援する立場かとは思うんですが、県として何ができるのか、まずこの2点からお伺いしたいと思います。はい、これは昨日も申し上げましたけれども、広島の平和の思いというのを各国の首脳に共有をしていただくと。で、そのためにも実際に広島に足を運んで、いただくということは非常に意義深いことだと思っておりますし、今サミットは非常に重要な機会だというふうに思っております。で、県としてできることというのはですね、具体的にはというか、実際のこの招致が決まったらまた具体的なものはいろいろあると思うんですね。警備の関係もありますし、準備とか歓迎とかですね、いろんなことがあります。それはまた議論しながら整理をしていくことになると思いますけれども、まずその招致をしようという段階においてはですね、やはり県と市がまず一体となってアピールしていくということがあると思いますし、準備段階の中で今みたいな具体的な条件みたいなことが出てきた場合にもですね、裏付けが必要とされるようなことだと思いますので、それについてもですね、しっかり連携をしながら検討して、この誘致を実現するようなですね、投資をしていきたいというふうに思います。その後押しなんですけども、サミットの開催地というのは、政府外務省が決めると思うんですが、県市がその外務省に対して何かしら その具体的なアクションを近々起こしていくとか、そのあたりの目処というのはあるでしょうか。オフィシャルな形で何かをする必要があるのかどうかというのはよく分かりませんけれども、当然、市長はまだ検討というふうにおっしゃっているので、検討ではなくて誘致をするということになればですね、それはそういったアクションを取っていくことになるのかなというふうに思います。サミットの誘致が実現した際には、アメリカのオバマ大統領もですね、来賓というのも実現するのかなと思うんですけども、知事は前から要請を重ねておるんですけども、そのあたりオバマ大統領の来賓ですね、そのあたりの今回のサミットがつながる期待というのを改めてお伺いしたいんですが、サミットが開かれれば、おそらく、かなりの確率で、アメリカの大統領も来られると思いますので、そういった機会を通じて、できるだけやはりこの被爆の実相に触れていただくということをですね、期待したいと。双葉の里というのはご承知のように広島都市圏の中枢拠点性を強化をしていくと、そして県全体の発展を牽引するという意味で重要な位置にあるというふうに思っておりますので、これまで広島の玄関口としてふさわしい街づくりの実現に向けて関係者協力してきたわけであります。で、今回決まったテレビ放送、情報通信、それからオフィスといった業務機能、また、これは教育人材育成機能等ですか、こういうところも入ったりとか、また商業文化機能も合わせますという形になっているというふうに聞いておりまして、でこれはこれまで、県や国市で、作っております双葉の里地区まちづくり推進協議会ですね、これが定めた土地利用の基本方針と合致しているのかなと思っておりまして、歓迎すべきものというふうに受け止めています。そういう意味で今回の決定によってですね、速やかに双葉の里がこの開発がですね、進んでいって、
まさに広島の玄関口になっているということをですね、大いに期待したいと思ってます。ずっとあの業務機能であったり、オフィス機能であったりという声がずっと上がってましたし、知事もまあコロコロ変わるようなものでは困るなという話もありましたけれども、そのあたりで五外区の決定というのはどのように評価されてますでしょうか。そうですね、やはり安定的な顔になっていただけるのではないかという意味で期待をしておりますし、商業機能はあの B ブロック、C ブロックを含めてすでに大規模店舗も入ってくるということも決まり、またこの八堀上町もあるというところなので、今回はこのオフィスであるとか業務機能が中心になっていくということでですね、この全体のバランスが取れてきたのかなと思います。これで駅周辺ある程度見えたというところはあるんですけれども、はい、今知事がこう考えていらっしゃる課題というかですね、あえて今こういったところがうまくいかないとこうだろうとか、はい、そのあたりはどのように考えられていますか。はい、今市の方では楕円の都心部というふうにおっしゃっていて、神谷町八丁堀から広島駅までをこの楕円として、一つの地区、一つの都心として捉えておられますですよね。まあ、楕円というのはご承知のように商店が2つあるわけですけども、1つは当然駅、それから1つがこの上町八堀という趣旨になると思いますが、これが2つの円にならないようにですね、やはりこのつながっていくということ、これが非常に大事かなと。で、少し面積的に言うと広いものになっていきますので、ここの賑わいがですね、集中をして、分散をしないということが大事かなというふうに思います。この件、関連はないでしょうか。